じゃあお二人、はい、ロケお疲れ様でした。あったよ。最悪やな。これ何回かやってますよね、このオッツーってやつ。なんか何回も使い回してる、これ。お二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。スタッフさんと距離を詰めたいなって、距離感を。そうね。ねー。怖がってる、多分。もう。すみません、本当に扱いづらくて。ここ実はものづくりができるカフェで、はい、そうなんや。なのでせっかくなので今日はオリジナルトートバッグとサッコシを作ってみましょう。え、作れるんですね、僕たちも。自分たちで作れるってことですか。今回はなんか相方に送るプレゼント。あはあはあ、お互いに作るってことですか。まあでもね、指先にはまあ自信あるんで、まあ可愛らしい、まあカバンとか作ったったろうかな、しゃあなし。いいや、じゃあ早速作りましょう。はい、行きましょうか。じゃあ行きましょう。レッツラーン。あ、ないか、それないよね、そんなネパパないか。ないよ。欲しい方を違う方を書いた方がいいですよね。そうですね。ですよ。あんたがトートで、あんたが欲しいの、あんたが欲しいのはトート、あんたが欲しいのでどっちが欲しいの。じゃあ人事に、まあ、そのトートが欲しいからこれに、じゃあ私がこれに書けばいいのね。僕のやつを作ってくれて、はいはい、じゃあせっかくなので私はじゃあこっちにしますんで。サコッシュ。ちなみにこれを私は使いたい、あのあれ何テーマというか、あのえテーマは何、プレゼントするから全部テーマまでさ、うんうんうん、自分で決めさせてくれないの。一応伝えとこうかな。だからこれブブとビビの散歩の入れるカバン。あ、なるほどね、はい、散歩カバンね。散歩カバーね、うん、こっちは。じゃあ逆にジンジンはトートバッグはやっぱ普段パソコンとか機材をちょっと入れるから、仕事用に持ち歩きたくなるような。ああいいねいいね、うん、あれふざけんといてな。いいね、ちゃんとちゃんと。こっちデザイナーやからしっかり。デザイナーやってんの？YouTuber さんやってますね。知らんの、あんた風花田中って聞いたことない。初めて聞いた。うん、なんかちょっとなんかほんまにねありそう。ありそうで、やめてくれる。自分の本名、ね、なんかあったっけな。いや、やっぱあれにしよう。ちょっと一瞬相談会してきます、はい、何を相談会なの。やっぱ、まあ、ブブビビっていうのがやっぱあれかな。デザイナーとして心がけてることって何ですか。私ですか、うん、まあ、やっぱりその人がこう普段から持ち歩きたいと思うようなね作品もですけれども、やっぱりその人に寄り添った作品を作るっていうのが一番心がけてますかね。休日の楽しみは何ですか。やっぱ美術館に行くことですかね。そういういろんな人の作品を見て刺激を得る、それが大事ですよね、やっぱり。好きな飲み物は何ですか。ポカリです。そこだけは本当のこと言うんだ。はい、ポカリです。それ以外は、ね、嘘だらけなんですけど。すごい作品になりそうです。美術とかは得意でした。美術得意でした。で、少女漫画とか女の子に混じって小学校の頃書いてました。これテスト終わった後、後ろによく書いてたんですよ。まっすぐに真ん中に棒を引いて、左は女の子たちの戦士で、右が悪役みたいな、いっつも書いてました。もう分からへん、どうしよう。カンニングはダメやよ。どうしよう。今どれぐらい完成してますか。どうか、全然待って、白紙やねんけど、大丈夫。やばい。ちょっとある程度かけたので、それを。はい、お願いします。すごい。こうか、これでも動かしたら全部動いちゃう。オッケー、オッケー。上出来、マジで。これ楽しいですね。はいはいはい。あ、結構愛情込めた。ほんま。うん。私も。あ、嬉しい。愛にあふれるサコッシュを。ちょっとできれば今集中したいんでね、あんま喋りかけてほしくないですよね。オッケー。サコッシュもね、スタンバイしてこの上に今からガガガガガガッと作業を。え、今誰か後ろいませんでしょ。え、怖っ、ちょっと待って。心霊番組スタート。え、パパでそういうスポットとかも行ってみたいなって、やっぱ夏なんで中部地方だと伊勢神トンネルとか懐かしくないですか。あ、中津川とか。そう、中津川ね。え、名古屋ですか。名古屋。何区ですか。南区です。あ、南。レディーファイト。すげえ、僕が書いた通りに機械が動いてくれてる。
本当にデザイナーさんになった気分で草どうしよう。あ、もう一度飲みますか。じゃあ、もうノーで。ノーで。ノーで。完成です。完成。いいですか。なんかすごいのをもらいましたけど、じゃあ行きますよ。これスタート。すごいすごい、ほんまやわ。え、マジで印刷されていってる。すごい、あ、すげえ、あんな感じでやんねや。ネイルのあれと一緒ですね。すごー、マジでまんま印刷されるんですね。なんかめっちゃハマってる人いますけど、ものづくりに。なんかかなあ、終わってる。あ、来た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 。すごっ。はい、ということで完成しました。イエーイ、イエーイ。いやもうマジね、本当に魂込めて本当ずっと作ってたから大丈夫、途中まで白紙やったけど。なのでいや、じゃあジンジンから田中がへ、はい、送る、サコッシュプレゼントです。こちらです。せーの、じゃじゃん。どんなかちょっと、そうね、全く見えない。じゃあまず視聴者さん優先で。そうそうそう。はい、じゃあ次田中さん、こちらです。え、めっちゃ可愛いよ。え、嬉しい。可愛くない？バリ可愛い。え、嬉しい。めっちゃ嬉しい。いいやん、ほんまに。え、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。え、泣きそう。めっちゃ嬉しい。ちょちょちょ、これで泣かれても。じゃあ、俺マジで愛着湧いちゃって。あ、ほんま。これマジで私これかけるわ。え、めっちゃ嬉しい。もう温まる心が。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ続いてね。これももう私あの傑作やから、ほんまに。ほんまに、うん、私のイメージとしては、はい、イメージね、人気海外ロックスターのグッズ、はい、かっこ平成バージョンみたいな。平成バージョン、はい、平成をちょっと意識した感じ。せーの、じゃーん。よくない？どうですか？いや、笑ってんねんな。これよく、じゃあ人事に見せます。せーの、じゃーん。うっそ。どうでしょうか、こちら。まあまあまあ、そうですね、なんかモデルになってる方はちょっとあの触れずに、はい、ちょっと一旦置いといて。ちなみにあのみんな気づいてるか分からないけど、これジンジンです。はい、あのこれジンジンなんですよ。そうなんですよ。で、ジンジンが YouTube であのリチャード・アクネスっていう謎の、あの架空人物にあのなりすました時の企画のあれです。リチャード・アクネスの写真がマジで良すぎて、あ、これはもう作品にするしかないと思って。え、この周りのこれはあんたが描いた？全部自分で描いてました。え、そうなん？はい、これ全部手書きです。プロデュースバイ田中くん、プロデュースドリーがいります。え、嘘やろ。過去形なんで、プロデュースドバイ田中がで。あ、そうなんや。リーが足りひんけど、まあ、そういうちょっと私英語全部わからんから、あ、なるほど。ちょっとちょいださでいこうかなって。ラッキーとかさ、ハッピーとかさ、わかるんすか？アンミカさんやないかい。ラッキー、ハッピー、ラッキー、ハッピー、ラッキー、ラブ、スマイル、ピース、ドリーム。ごめんなさいね。どっちかが片方もしくは両方がないやそれみたいな感じのオチを多分期待してたし、うちらも予想しててんけど、うん、私もね。クオリティ高くないですか、お互い。そうね、いい感じ。普通にうちら楽しんでて、草ね、それな。